刻は3時54分です。アウディ西宮、神戸、宝塚がお送りする ABC 交通情報です。交通情報センター和田ノアさん、お願いします。はい、お伝えします。阪神高速道路の1号環状線が事故のため一部通行止めが続いています。環状線は土佐堀の先で大型のトレーラーの事故のため通行止めになっています。このため現場を先頭に2キロ渋滞しています。この事故に伴って11号池田線は環状線に向かう南行きの道島付近で一番右側の1車線が規制されていて5キロ渋滞しています。阪神高速のこの他の状況です。東大阪線の奈良方面に向かう東行きは森の宮で3キロの渋滞、神戸線は大阪に向かう東行きが真谷で3キロ渋滞しています。中国道は大規模な工事のため上下線の吹田ジャンクションと中国池田インターの間が昼夜を通して通行止めです。京都の国道9号線が一部通行止めです。国道9号線は西京区の靴掛交差点と亀岡市の志野交差点の間が乗用車同士の事故のため両方向とも通行止めです。現場の指示に従ってください。以上、道路交通情報でした。浦川さんにお返しします。はい、和田さん、ありがとうございます。阪神高速環状線トレーラー横転事故ですけども、はい、もうお昼前ぐらいから事故起きてますけど、ね、まだ通行止め続いてるんですね。はい、そうですね。トレーラーが横転していまして現場2車線あるんですが2車線とも塞いでしまっています。ということはその環状線からこの北浜の方に行くのが今できなくなっていると。そうですね。はい、でこれ池田線の方には行ける状況なんでしょうかね。はい、池田線の空港の方には通れます。ということでこれからも、ね、はい、影響が出そうですから、あの阪神高速ご利用の方ご注意ください。はい、和田さん、どうもありがとうございました。プレミアムコンパクトアウディ A3 がスポーティーに磨き上げられ、進化したテクノロジーを搭載して新登場。見るほどに気品、乗るほどに品格。ニューアウディ A3 はアウディ西宮、神戸、宝塚。アウディ西宮、神戸、宝塚がお送りした ABC 交通情報でした。